皆さん、こんにちは。日本の女子バレーボール選手で、岡山シーガルズに所属していた及川真優さん。2023年4月28日に現役引退することが発表されました。及川さんは東九州龍谷高校、青山学院大学を経て2018年に岡山シーガルズに入団しました。岡山シーガルズでは中心選手として活躍し、2020年には全日本代表に選出されました。また及川さんといえばバレーの実力に加えてその可憐な容姿で人気を集めました。そんな及川さんの生い立ちやバレー人生などについて紹介します。1996年6月26日鹿児島県指宿市に二人姉妹の長女として生まれました。バレーボール経験者であった両親の影響で小学校4年生の時にバレーボールを始めました。小学校は宮城県仙台市の仙台市立七北田小学校で住吉大ミラクルレモンズというチームに入っていました。その後中学校は東京都の共栄学園中学校へ進学します。共栄学園中学校は中高一貫の中学高等学校でバレーボール部は全国屈指の名門校です。そのまま共栄学園高校へ進学するかと思いきや高校は大分県の東九州龍谷高校へ進学しました。東九州龍谷高校とは大分県にある浄土真宗系の私立高校です。特に女子バレーボール部は全国屈指のバレーボール名門校で多くの有名選手やオリンピアンを輩出しています。全国制覇の回数はなんと17回にも上ります。監督は名将と呼ばれた大木雅彦さんから現在の2代目監督の相原昇さんへと引き継がれており、監督が変わっても素晴らしい成績を残しています。スポーツの強豪校といえば厳しく膨大な練習およびトレーニング練習試合などが考えられますが、東九州龍谷高校の指導方法は一見変わっています。練習試合を行うのは V リーグ一部のチームに合宿に行った時だけで、基本的には他校との練習試合は行いません。もっぱら校内で行われる紅白戦のみで、レギュラーと控えの選手が分け隔てなく練習が行えるように工夫されています。また筋力トレーニングは行わない方針です。筋力トレーニングは後年になってもできるが、体の使い方など若い時にしか習得できないことを優先しているそうです。また練習時間が短いことで有名です。毎日授業が終わった後から練習を開始し、遅くとも午後6時に練習を切り上げて、多くの時間を体のケアや睡眠時間を取ることを優先しているそうです。こうして様々な工夫を施して選手たちを指導している相原監督が最も大切にしているのが人間力であり、切羽詰まった時に逃げ出さず立ち向かう力が人間力で、これが強い者が勝利をつかみ取ることができるとしているそうです。及川さんは東九州龍谷高校では2012年に春高全国優勝、2013年の時はインターハイ全国優勝を成し遂げて、3年生の時には主将を務めてチームを牽引しました。高校卒業後は青山学院大学に進学しました。青山学院大学女子バレーボール部は全日本インカレ優勝通算5回を誇る関東一部の強豪大学です。2017年の及川さんが3年生の時にはインカレ優勝を成し遂げています。これらの功績により2018年12月6日に岡山シーガルズへの入団内定が発表されました。同期入団は高柳由里さん、長間加奈子さんです。岡山シーガルズは1999年横浜市にあった東芝シーガルズの活動停止を受けてリーグ唯一のクラブチームとして同年より V リーグに加盟しました。ホームタウンは岡山県で、主なホームゲーム開催施設はジップアリーナ岡山であり、チーム名の由来は海が近く大空に飛び立つカモメを意味しています。監督である河本明義さんの影響で同チームの選手は大阪のバレーボール名門校である大阪国際滝井高等学校の出身者が多くを占めています。選手は一部プロ契約及び学生を除き、シーガルズ事務局職員として練習の合間に事務及び営業の仕事に従事しています。
1999年から2006年まではシーガルズとして活動し、国体5連覇などを達成しました。そして2006年4月1日にチーム名を岡山シーガルズに変更し、地域密着型市民クラブチームとして活動を活発化させました。地元岡山に小中学生による岡山シーガルズジュニアチームを発足したり、地元岡山理科大附属中学高校とスポーツ交流協定を結び、岡山から世界に羽ばたく選手育成を目指してます。2007年には女子のトップチームとしては初の試みとなるトライアウトを実施、川崎みりんが採用第一校となりました。2008年には女子のクラブチームとしては初めての上位4チームのセミファイナルに進出し、最高成績の4位となりました。2013年にはチーム最高位を更新し3位となり、翌年の2014年にはセミファイナルで1位となり、初優勝目前となりましたが、決勝で惜しくも敗退しましたが、チーム最高位となる準優勝を成し遂げました。しかし2016から2017年シーズンは11連敗の不調などもあり、初の2部リーグへの降格となりました。2017から2018年シーズンでは PFU ブルーキャッツと優勝争いを演じ、最終決戦を制して優勝を果たしました。2018年には V リーグに代わり新生 V リーグが誕生し、一部のディビジョン1に所属となりました。2019から2020シーズンは6チーム中2位と躍進し、ファイナル8に進出し、ファイナル8も勝ち抜き、5シーズンぶりの4強入りを果たしました。準決勝ではデンソーエアリービーズをフルセットで破り、6シーズンぶりの決勝進出を果たしました。決勝は JT マーベラス相手にセットカウント2-1とリードし、悲願の初優勝まであと1セットとなりましたが、フルセットの末惜しくも敗れて準優勝となりました。そんなシーガルズで活動した及川さんは2023年4月28日に現役引退を発表し、5月1日に開催されるクロワ式大会が現役最後の舞台となり、最終順位は3位となりました。在籍した2018年から2023年まで通算127試合に出場し、アタック決定率 39.7%、 総得点779点を記録しました。及川さんといえばバレーの実力に加えてその可憐な容姿で人気を集めています。そうなると当然気になってくるのは彼氏の存在ですよね。年頃の及川さんに彼氏はいてもおかしくなさそうなのですが、実際はどうなんでしょう。調査したところ彼氏の存在を確認することはできませんでした。しかし当然男性からもモテるであろう及川さんですから、彼氏がいても不思議ではありません。今回現役引退しましたが、次は女性の幸せをつかむのでしょう。いかがでしたか。鹿児島県に誕生し、小学校から宮城県、中学校は東京都、高校は大分、大学は東京都、実業団は岡山県と、様々な都県を渡り歩いて活躍してきた及川真優さん。岡山シーガルズでは通算127試合に出場し、アタック決定率 39.7%、 総得点779点を記録し活躍しました。また可憐な容姿で人気を集めていましたが、彼氏の存在を確認することはできませんでした。2023年5月1日のクロワ式大会で現役引退してしまいましたが、今後の及川さんの活動に大注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。